どうもワニです。そしてこちら大量のカメさん。そうこちらね、俺がこの間動画を上げた宮古島で乱獲してきた八重山石亀。八重山石亀っていう名前の通りね、八重山諸島、つまり石垣島とか与那国島とか西表島とかその辺りでは在来種として保護されている生き物になるんですけども、八重山諸島以外の宮古島とか沖縄本島とかの方では外来種、国内輸入種として、まあ、在来の生き物を捕食してしまったりして駆除対象になっているカメさんです。まあ、こんなにいいカメさんがね現地で駆除されちゃうっていうのはすごいもったいないなと思って、大量に乱獲して俺が飼ったりね、人にあげたり販売したりしようと思って、もう取れるだけ取って持ち帰ってきました。今ちょうどここに20匹います。俺が持ち帰ってきたのはもうちょっといたんですけども、埼玉県の川口市の方にあるレプティーバーグさんっていうね、爬虫類ショップの方にもう10匹すでに下ろして、あと何匹かもう買いたいっていう人にね売ったりもしたんですけども、まあ、この20匹の八重山石亀もね、そのうちアクアリウムバスとかアクアリウム東京っていう生き物のイベントに出店するときに販売しようかなと思ってるんですけども、まあ、それまでの間どうやって飼育しようかなと思って、こちらの昆虫館の池にやってきました。まあ、普通にね、亀20匹を飼育しようとすると、まあ、相当大きな水槽とかね、大きなプラ船が必要になるんですけども、俺にはね、この昆虫館がありましたよ。俺が昆虫館を買おうかなと思った決め手でもある、この池、湧き水かけ流しの池です。まあ、自宅の方にね、180センチ×120センチの結構でかいブルーコンテナがあるんで、それで飼育しようかなと思ったんですけども、宮古島はすでにもう3月もだいぶ暖かいんですけど、本州は夜はまだかなり冷えますよね。この八重山石亀ね、やっぱあったかい南西諸島原産の生き物なんで、寒さね、そんなに強くないんですよ。まあ、以前にも宮古島で捕まえて持ち帰って飼育してた個体がいたんですけども、冬場にミドリガメとかクサガメと同じように冬眠させたら、八重山石亀だけ死んじゃって、もう冬眠のまま目覚めてこなかったってことがあるんですよね。やっぱり日本の生き物とはいえね、本州の寒さ、暖冬と言われてたね、あったかい冬だったらいけたんですけど、寒波が来たりするとやっぱりダメみたいで、あんまりやっぱ寒さに強くない生き物というわけで、なるべくあったかい、まあ、この屋内の昆虫館の池がベストだなと思って連れてきました。この池にこのカメさんたちを放していきましょう。今ここね、なんか陸地みたいなのがついてたんですけども、ここ全部コンクリで埋めて綺麗な陸地にしようと思って改装中で、ちょっとここはただの土になっちゃってるんで入ってこれないようにこうブロックを置きまして、ちょうどここが傾斜になってるんでね、ここは全然あの水が入ってこないような水位にしても向こうには水が溜まりますんで、ちょうどいいぐらいだと思います。ほら行け、ほれ、はい、みんな恐る恐るちょっと歩いてますけど、まあ、ここね、湧き水かけ流しとはいえね、水が本当にちょろちょろしか出ないんで、そんなに入れ替わりは激しくないんで、湧き水の温度が冷たくても、この水全体が一気に冷たくなるってことはないと思うんで、まあ、八重山石亀にもね、そんなに負担にならないと思います。よいしょ。無理。はい。これで全員です。水はね、一番深いところで4、5センチぐらいはあるかな。この八重山石亀を捕まえる時の動画見てもらったら分かると思うんですけども、ちょうどこいつらが夜にいた水辺と同じぐらいの水位です。ちょうどいいですね。んでまあこっちの方とかはね、計らずとも、干上がってると言いますか、陸地になってますんで、陸地と水はどっちも作れてちょうどいい感じですね。しばらくの間ここで飼育して、まあ、様子を見たりね、餌付けしたりしたいと思ってます。そして謎のカメ、あともともとうちで飼育していたまず巨大草カメ、ね、もうここは本当ね、カメ用の池にしようと思ってるんで、うちで飼ってた、まあ、日本に帰化してる寒さにある程度強いカメさんみんな連れてきました。これは緑カメ、昔っから動画によく出てた超巨大ミシシッピアカミミガメ、こいつらもみんなちょっとこの池で飼育します。元気だな。本当にね、この八重山石亀、いいカメなんですよ。野生個体なんですけども、すごく人になりやすいし、人工餌にもなりやすいし、全然ね、人を攻撃しないカメさんなんですよね。
やっぱりどうしてもね、ミシシッピ赤耳神とかだとワイルドモン捕まえるとこう触るとね噛もうとするんですけど、このこうやって触っても全然噛まないし、首もなんかあんまり引っ込めない。多少はやっぱり引っ込めるんですけども、すぐこうやって出てくるし、もう普通のカメラだったら引っ込んでこう全く出てこないぐらいだと思うんですけども、外敵がいない環境で育ってるからかわかんないですけども、すごいなんか物落ちしないんですよね。噛まないし、本当すごくね初心者にもおすすめで買いやすいカメラなんじゃないかなと思います。はい、ご飯がカメプロスプレミアム食べるかな、こいつら。ブルドーザーみたいな、こいつすごい元気だな、本当に石亀。もう石亀もご飯食ってますね。草亀も冬眠してましたけど、もう目が覚めてご飯を食べるようになりました。やっぱちょっとね水が冷たいみたいなんですけども、石亀はむしろ冷たい水が大好きですから、すごくちょうどいいみたいです。こいつもずっと痩せて育ったはずなのに速攻で人工餌食べますね。ちなみにこの日本イシガメはメスですね。尻尾が明らかに、うわーしょんべん細くて短い。つってもこの尻尾も先端切れちゃってるみたいですけどね、本当に歴戦の個体ですね。腹甲も結構ちょこちょこボコボコしてる部分があったりして、かなり傷の多い個体ですけど、すごく元気です。という感じでね、こちらの八重山イシガメたちはしばらくこちらの昆虫館の池で様子を見ていきたいなと思います。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。